するガラス。透明なガラスの表面に透明な発電する膜がついています。太陽光の中の目には見えない光、紫外線や赤外線といった光をエネルギー源として発電しながら目に見える光を通すことができます。電気を作るだけではなく、優れた遮熱性、断熱性もあるので、総エネと省エネのダブル効果が期待される、これからの脱炭素社会に貢献できる次世代の窓ガラスです。